ニメ開口原作が死ぬほど売れてるに対するみんなの反応集。ではどうぞ。最初はアニメが始まった時の印象として問題作だろこれ。ってイメージだったけど話数を追うごとにおもろくなっていって原作買った。マジでそれなんだよな。原作を買うまではなんて危ないアニメなんだと思ってたけどちゃんとストーリーが詰まってるのかなり好感。戦闘シーンも充実してるし、本来の魔法少女と悪役の関係性は維持しつつ、王道のストーリー展開も外れないけど、ちょっとエピーってのがすごくいい。ちょっとっていうか、かなりでは。ここ最近で見たアニメや漫画の中で一番衝撃を受けたし、感動もした作品だった。ここまで自由にできてるのすごいなと思うけど原作読んで納得したし、確かにこの作品は内容が薄くなくていいなってなってます。まあひどい作品、ではあるんだけど、やっぱり内容はいいんだよな。キャラの心情描写がうまい。この作者が女性っていうのをどこかで聞いて女性がこれを生み出してるのかという感動から本屋へ走り全巻購入しました。話の内容は確かにひどいけど、見れないもんじゃないしむしろ毎週気づけば楽しみになってるから原作が売れるってのも納得。よく放送停止にならないなって思う内容は多々あるけど、原作を見たらかなりアニメで盛られてるところ多くて笑ったわ。アニメはどっちかっていうとそういうシーンに結構力入れて作ってるけど、原作は戦闘シーンとかその他描写にもしっかり力入れてるからな。アニメももちろん好きだし、円盤も買うんだけどそれでもやっぱり完成度とかわかりやすさ、話の構成で言えば原作の方が自分は好きですね。だってアニメ化発表の時本誌ではメスが気結ドラムのウイニングライブで NTR ビデオレターを送る話をやってたんだぜ。こんな漫画のアニメ化とか企画通したやつの正気を疑う姿勢で演出がナーフされると思うじゃん。スタッフさんありがとうありがとう。この調子でぜひとも2期制作もお願いします。改めて文字に起こすととんでもない漫画だな。合ってるようで大体合ってるあらすじなのカオスだわ。声優発表のタイミングでマゼンタ暗黒任したんだっけ。何か発表があるたびに本当にやるのかとか言われていたな。売り上げ出てるし2期欲しいな。アニメの方はエピに力入れてるけど戦闘や日常は割と節約してる感じがあるから2期はがっつり戦闘もエピも力入れてほしい。仮に1期を海海までやるとしたら、2期はいきなりホテル海とサスケ海とアイドル海だけど放送できるんですかね。何かの間違いで2期が来たら初回はキャラ紹介を兼ねた折り話になりそう。進撃2期の1話とかもヤバい回だったしいけるいける。魔法少女がアホタレで怪人魔女女息子がまだ見てるでしょうが、ニコニコのこの辺のコメント好き。2話のさよ矢印よくできたコーテナ矢印よくでできたことか好きだわ。エピだけのアニメで終わらないで欲しかったけど結局エピだけのアニメで終わりそうなのが辛いところ。言うほどエピだけか。ロード断線はガチバトル多めだしロコルで純愛の出られない部屋もあるしでここからが本番でしょ。出られない部屋はがっつりエピでは？せやな、各中だから純愛を出しされるとエピ判定下品判定？消えるバグ起こってたわ。この漫画、恋愛を延長上の性愛と切り離さずに書くから純愛になるほどエピくなるからな。そこはバランス取れてるんだね。正直この作風で女同士の恋愛やられても冷めるしかないけど、エマルスが増すなら話は別でガンガン行こうぜってるし、ロード戦は楽しみだな。最新は感想すれの広いものだけどアニメ化効果って本当にすごいなと思った。ピクシブの魔法は声も AI 込みとはいえ爆発的に増えたし、現状 Amazon の円盤予約数だけで4000枚は軽く超えてるらしいし大成功なのではないだろうか。アニメ始まってから立体物が3体も発表されたしかな立体されてる。どうだろう。こっからアニメ勢が求めるエピじゃなくてバトルメイン出し落ちるんじゃないか。まあ出られない部屋とか全裸ライブとかあるしエピで飛びついた人を繋ぎ止めることはできるんじゃない？エピ
シーンがなくなるし、スタとロード戦はそれはそれで。バトルに演出と作画を注ぎ込めるし、そこで沼らせることもできるんじゃない。男の子はみんな液と BLEACH のノリで進むバトルが好きだし、イシュレデュとかもだけど液コメディ系はニコニコとも相性良いよね。規制の光があっても問題なく楽しめるのはニコニコのコメント文化が強いわな。原作知ってて自分は好きだけど大衆受けはしないだろうなと思ってたから、あまらんでたびたび上の方に来ててビビってる。ただのエピだけならちょくちょくあったりしたけど、イシュレデュや今作みたいにエピありつつ発想がぶっ飛んでないとクリーンヒットしないかもね。これってそんなエピよりの作品だったんだ。もっとトラブルとかのカテゴリーかと思ってた。トラブルの方がエピよりのイメージなんだが、お色気バトル展開という意味ではアヤトラとかのグループか。エピは多めだけど作品自体はあくまで全年齢向けのカテゴリーかと思ってた。まさかイシュレデュとかと並べられる方だったとは。ってこと、マホアコもレギュアーズも漫画とアニメはエピは多めだけど作品自体はあくまで全年齢向けのカテゴリーだったと思う。異種族レギュアーズとかこういう題材のアニメが年齢制限なく子供に見られて困るなんて苦情も来たらしいし、マゼンタってメンタルめちゃめちゃ強いよね。赤ちゃんプレイも拉致落書きもメンタルダメージほぼないし、暗黒マカモがいいんで歪められてるだけで本人は別にエピくなったり落ちたりしてるわけじゃないし、ウテナちゃんが総帥になって一気エンド？アズール復活をやるやらないで作品への印象全然変わっちゃうだろうから、なんとか開会で締めてほしいわ。トレスマジアの出番は毎回あるらしいから、何らかの形でアズール復活はやるだろう。会までやるか地上での戦いを書くのかはわからないけれど、一応ロード断片で街に出没した魔物を一人で一掃はしていたから、少なくとも街復刻中にアズールが折れてないところを確認したところまでじゃないかな。エピマッサージもできるし、悪落ち好きなんであの子までちょっと敬遠してた漫画だったが、経緯を見ると確かにこれは手応えがなさすぎる。そもそもベーゼは落とす気ないわけだし、これで落ちるのは確かに解釈違いだ。よかった原作読もう。原作はエピいいんだけど、裸がだんだん気にならなくなってくる。絵にはかっこよさとバトルの印象が強いので、アニメとはまた違った面白さがあると思うよ。エピ本というよりどっちかというとキルラキルの系列だよな。途中からレジェンド魔法少女は国丹下さくらさんは着せ恋でもあったけど、マスコットの方も連れてくるとは。いやー、解釈通りの解釈違いですごく良かった。アニメ公式のキャラ紹介ギリギリまで引っ張ったのはこれが理由だったか。最後までチョコぎっしりですやん。一見してこびた感じになるのいいよね。あれだ、 RPG 系まるげでこの子はこんなやつに負けねえ。出来で散らかすあれだ。エピ目的なのにキャラに感情移入して負けたくなくなるやつだ。エピの絶対負けない矢印勝てなかったよ。は好きなんだけど、今回のはがっかりが勝ってしまったので、ウテナの気持ちがわかる。同じく展開は大体同じなのにね。やっぱりそもそもベーゼが復活させるのを狙ってないのがそのあたりの定番と異なるからかな。あるいはもう少し段階欲しいとか。マジアベーゼがアズールに詰め寄るところはもっとねっとりやるかと思ったけど、あっさり終わったな。でも声優の声が怖くてよかった。この理不尽さ、いかにも悪の組織の女幹部って感じ。アズールはもうダメだだったのが、ここからアズールが最前線の戦力になっていくからな。なおダメ具合は、憧れは理解から最も遠い。まあベーゼの場合は結構理解もしてるよね。正しい三角木馬の使い方を知っているわけじゃないけれど、三角パンダは後ろで両手を固定した上で揺れる機能付きというのは本来のものよりかなりエグくなっていると思う。斉藤常時の描写を含めると苦痛と恥辱を与えるもので、これで快楽を得るわけではないだろうけれど、
頑張って自分を奮い立たせて挑んだのに敗北した上尊厳も何もかも塗りつぶすような快楽攻めでぐちゃぐちゃになるアズールがかわいそうで可愛いベイデ様とは解釈違いだけど闇落ち大好き。アズールはもうダメだ。多分ベイデ様との決闘に臨むまでアズール自身もそう思ってたんだろうなって。決闘に負けた上悪の組織の女幹部に服従する自分をダメな魔法少女として受け入れてくれると思ってたアズールに NO を突きつけるあたりベイゼ様の厄介オタクとサディストが極まってるのを感じたわ。丹下桜に憧れて性癖が歪んだの笑っちゃったなんでやられてるシーンで反応してんだよ。その後の正義は勝つも真実だろうけど反応の仕方が変。正直ユリ純愛としても良作だから好き。打てな X キウイは推し、悪役 X ヒーローも好きだからアズールには期待してたがキウイちゃん出てからなんか変な方向行った気もするがアズールだからまあいいか。まあアニメ初見勢が M だけを目的にしてるならアニメ効果で原作はこんなに売れないからな。 M は取っかかりの一つであとは作品の面白さよ。よくお色気やユリ要素を入れておけばみたいなこと言われるけどそういうのは面白い本筋に要素として組み込まれているものであってそれが根っこではないんだな。そこから一歩先の境地に達しているからね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。